書体のサンプル UD 信号のサンプル信号は森沢が開発、販売するモダンゴシック体及びそのフォント製品。競合メーカー、つしけんが発売したディスプレイ書体、ゴナシリーズの成功を目の当たりにした森沢が、1986年、小塚正彦を製作統括者に迎えて和文モダンゴシック体の開発に着手。ヘルベチカに代表されるオーブンのモダン酸セリフの持つ。 直線的で近代的な表情を持つ書体の完成を目標として制作された。金には本来の雲筆をその骨格部分で導入している。ファミリー制作にあたっては写試験も使用していたドイツ製のアウトライン自動生成システムイカルスが用いられ制作工程の迅速化が図られている。1 9九十年新ック体の名称で社食用書体として発売。 電算車食用には、シンゴシックファミリー、d t p 用には、シンゴファミリーの名称で、リリースされた。同社のディスプレイ書体、ツデイの後継にあたる書体とされるが、写し験から、粉の模倣であるとして1993年に、提訴された。この他に、常用漢字について、文部科学省の学習指導要領の、代表的な時形に準拠した、学産シンゴ、 学3常会回信を両ファミリーがある。2009年、信号ベースに読みやすさを改善したとされる UD 信号が発売、配信された。オーブンは、同社製のクリアトーン SG と同じデザインとなっている。UD 信号には、ネオツデーを元にしたかなと組み合わせた、UD 信号 NT や文字を縦長にした、UD 信号コンデンスというバリエーションがある。2014年に、 UD ンゴハングル2016年には UD ゴカンタアザ2019年1月には UD ゴ語ンタアザ標準自体が発売、配信され日本語、英語、中国語、韓国語などの併記されたサインなどで揃って見えるデザインが可能になった2019年にはペアカーニングと最新のイベスに対応した UD ンゴが発売、配信された L というのは A とが加えられ、AP 版のオーブンは、クラレも UD ポリエチレンに変更となった。現在、多くの鉄道事業者において、駅名表や、その他のサインシステムへの採用が見られる。一部の事業者ではもともとごナだったものからの交換も見られる。森沢は2005年に携帯電話や PDA 向けのアウトラインフォントとして、信号 R をもとに軽量化。 ラスタライズの高速化を施したキータイプをリリースした。シャープのリンクス SH-10B リンクス3、DSH-03C、イズシリーズのイズ01イズ03など、パナソニックの P-06D などのスマートフォンに採用されているほか、以前は三菱電機や富士通の携帯電話 D905i か I905i などでも使用されていた。近年のスマートフォンでは、 シャープ製では UD シンボ M、富士通製では UD シンバル 5R の採用がある字になっている。2017年3月3日発売のゲーム機、任天堂スイッチに UD シンボがシステムフォントとして採用された。ありがとうございます。